I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of One Piece Burning Blood. Please enjoy. ワンピース、バーニングブラッド。絶対に逃がさん。白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ氷塊を一瞬で蒸発させた。絶対に逃がさん。いよいよ大海軍は何とかしねえと、急がねえと。あいつらもうエースを処刑する気なんだ。そうじゃな、何とかせねば。あそこが唯一鉄壁の穴、どうにか利用せねば。頼みがある。なんだあれは、水柱。麦わらのルフィ。あらら、
とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎるよ。堂々としちょるの、ドラゴンの息子。怖いね、この若さ。じいさんは恩人だが仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。隊長、俺を一番隊隊長マルコ。救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげは新狩りで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。エースを解放して即退散とは、とんだ腰抜けの集まりじゃのう、白ひげ海賊団。船長が船長、それも仕方ねえか。白ひげは所詮、千の時代の敗北者じゃけ。エース。敗北者、うん、取り消せよ、今の言葉。エース、お前の本当の父親ロジャーに阻まれ、王になれずじまいの永遠の敗北者が白ひげじゃ。どこに間違いがある。親父とゴロツキどもに伝われて、家族まがいの茶番劇で海にのさばり。やめろ。何十年もの間海に君臨するも、王になれず何も得ず、しまいには口車に乗った息子という名の馬鹿に刺され、それらを守るために死ぬ。実に空虚な人生じゃありやせんか。やめろ。親父は俺たちに行き場所をくれたんだ。お前に親父の偉大さの何がわかる。人間は正しくなけりゃ生きる価値なし。お前ら海賊に行き場所はいらん。白ひげは敗北者として死ぬ。ゴミ山の大将にあつらえ向きじゃろうが。俺を救ってくれた人をバカにすんじゃねえ。白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名は白ひげだ。まだじゃ。大変か。まだ。イグさん。大変か。やるな。スタンドな。やった。
くぞ。まだまだ。ニグさん。やるな。まだじゃ。もう限界じゃ。エースのミブルカード。海賊王ゴールドロジャー、革命家ドラゴン、この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃がそうが、貴様ら兄弟だけは絶対に逃がさん。よう、ミチョレ。おい、待て！ルビルフィをかばい、致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた！衝撃走る一度。赤犬は再び拳を振り上げる。息はありそうじゃん。やめろ！これ以上はつまらん時間稼ぎは余生人め。元七部会だ。わしの力は十分に知っとろうが、この身を削って時間稼ぎになるなら結構。元より命などくれてやる腹じゃい。何をする気だ、ガープ！そうやってわしを抑えておけ、戦国！でなければわしは杯を殺してしまう！バカめ！次のな！イトラップ！まだじゃ！まだ！うん！うん！みなさん！海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。
そお前じゃ。やら、こいつの命はやらねえ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。悪を決めるよい。死ぬな。それは終わりだよい。少し違って、いや、エースの弟を連れてけよい。全部、その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。まだじゃ。その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。まだじゃ。まだだ。イグさん、まだじゃ。まだだ。まだだ。ちょっと休んでな。イグさん、やる。まだじゃ。まだじゃ。やるよ。イグさん、マイルドハンター、こっか、うっ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 、エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうとジンベイはワン島へと急いでいた。信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。兄弟二人とも逃がさんと言うたはずじゃ。
赤犬さん、危ない！覚悟せい。大海賊白ひげは黒ひげ海賊団によってとどめを刺され、その生涯を終えた。黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。私が逃がさん言うたら、もう生きることは諦めんかい、バカタレが。そのドラゴンの息子をこっちへ渡せ、ジンベイ。そりゃできん相談じゃ。わしはこの男を命に変えても守ると決めとる。じゃあもう二度と頼まんわい。絶対に逃がさん。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤犬。ジンベイの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。心配しちょる場合か。貴様が邪魔でちょっと外したかの。心臓を貫けば楽じゃったろうに。
なあ、ジンベイ。胸のえぐれたそいつをまだ守るのか。じき死ぬぞ。クロコダイル。ジャーブルス。誰か受け取ってさっさと船に乗せちまえ。クロコダイル。守りてえもんはしっかり守りやがれ。これ以上こいつらの思い通りにさせんじゃねえよ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者ら大層じゃのう、白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値、同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありませんじゃん。好きにせい。海賊という悪を許すな。いやいや、まずしっかりしろい。皆さん、何やねんか。やつを決めるよ。まだじゃん。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者ら大層じゃのう、白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値、同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありゃせんの。好きにせい。海賊という悪を許すな。わかっておれ。Thank you.
揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員こいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう、白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありゃせんのによって、好きにせい。海賊という悪を許すな。こっかです。次だ。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが大層じゃのう、白ひげ海賊だ。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度と、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値は同じじゃねえのかよい。もはや言葉で治るもんじゃありゃせんの。好きにせい。海賊という悪を許すな。まだじゃ。こっからだろい。皆さん、何者か。体だろい。てめえには何も救えねえ。まだじゃ。やるじゃった。やるぞ。やるぞ。やるぞ。白ひげとエース、戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の1人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、一人の海兵が立ち上がった。海兵、もうやめましょうよ。もうこれ以上戦うのやめましょうよ。命がもったいない。兵士一人一人に帰りを待つ家族がいるのに、目的はもう果たしてるのに、戦意のない海賊を追いかけ、やめられる戦いに欲をかいて、今手当てすれば助かる兵士を見捨てて、その上にまだ犠牲者を増やすなんて、今から倒れていく兵士たちはまるでバカじゃないですか。
誰じゃ貴様。数秒無駄にした。正しくもない兵は海軍にはいらん。ダメだ、死ぬ。だけど僕は言ったんだ。言いたいことを。悔いはない。よくやった、若い海兵。お前が命を懸けて生み出した勇気ある数秒は、良くか悪くか、たった今、世界の運命を大きく変えた。え、俺は、あの船。なんでここに、四皇がいるんだよ。赤髪のシャンクスだ。この戦争を終わらせに来た。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなく、ゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを打ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ、元帥となった赤犬。赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。Hope you enjoyed the video. Please like, share, and subscribe.